やっと戻ってきましたか。待ちくたびれました。暇つぶしにこれを読んでいたのですが、わけのわからない日記で全然面白くありません。なんだか本物の愛とか面白ワードが聞こえてきたのですが。柏木さん、この年にもなってそんな。さ、続きはどうぞ。緊張する。もふもふ欲しい。今日のこと学校では言わないで。恥ずかしい。ゆかりちゃん、手が冷たい人はね、心があったかいんだよ。まあまあ、そう根に持たないで。学校の先生ってあんまり休まないイメージだけどな。具合そんなに悪いんですか？そんなこと。やだ、もう藤井くんってば。骨の生えた、あと尻尾生えてる、生え揃ってる、意地で動く。力停止転作用点的に脳みそが揺れました。実は私、英語苦手で。さっきあっち向いてほい付き合ったお礼に。遊びですか？でしたら私が遊びを教えます。その代わりに英語教えてくださいね。ほら、先輩たちのこと冗談で夫婦とか言ってる人もいますし、佐伯先輩でイメージするのが一番しっくりきたので。ダメですか？部活入れてくれた。私ずっと一人ぼっちだったから嬉しいです。いい、いい、ぼっち。私たち中学は別々なんだから、違う友達作る努力しないと。ぼっちーが中学卒業までにクラス全員と友達になるまで絶交することに決めました。ねえ、さっきさ、あのコニーって子におばさんのこと。綾乃はバドミントンやるべきだと思う。やっぱあのコニーって子のスマッシュやばいですね。お久しぶり、姉様。ひどい、そんな他人行儀な言い方。せっかく迎えに来たのに。こんな場所、姉様にはふさわしくありません。